1349はノルウェーのブラックメタルバンド。バンド名はノルウェーでペストが大流行した1349年に由来している。1997年にアルブヘイムというバンドに参加していたメンバーによって結成。結成メンバーはレーブン、ザルブ、バルフォリ、セーデマンの4名。1998年初頭にデモを作成。その後、バルフォリが脱退し、3人で活動を継続する。1999年にセカンドデモ、カオスプリファードを作成。また、ギタリストのアルカオンが加入。さらに2000年に、サテリコンのドラマー、フロストがセッションメンバーとして参加して、プロモーション用音源を作成。その後、フロストは正式に1349に加入した。この加入で、レーブンがボーカルに専念するようになった。同プロモーション用音源は、ホーリーコーストレコードから EP、1349として2001年にリリースされた。同年中にファーストアルバム用の音源の録音も完了していたものの、レコードレーベルとの契約が行われていなかったため、リリースはされなかった。それから、イギリスのキャンドルライトレコードと契約し、同音源がファーストアルバム、リベレーションとして2003年4月にリリースされた。さらに、翌2004年には、セカンドアルバム、ビヨンド・ザ・アポカリプス、2005年には、サードアルバム、ヘルファイアをリリースする。2006年には、ザルブが脱退し4人体制になっている。また、2006年には、セルティック・フロストとの北米ツアーを行っている。2009年に、フォースアルバム、レバレーションズ・オブ・ザ・ブラック・フレームをリリースするが、これまでの非常にスピーディーで過激な音楽性とは完全に異なる実験要素が多い作品であり、賛否両論を生んだ。翌年にはキャンドルライトレコードを離れ、インディーレコーディングスに移籍。2010年にフィフスアルバムディーマノイスアをリリース。前作のアンビエント風の実験的要素を多少残しつつも、スピーディーな曲の多い音楽性へと戻っている。2012年10月、ラウドパークへ出演し、これがこのバンドにとって初来日となった。2014年10月、6th アルバム、Massive Cauldron of Chaosをリリース。音質が向上し、よりスラッシーな音楽性の作品となった。2017年3月、シーズン・オブ・ミストとの契約が発表された。アークチュラスとのカップリングにて再来日。ありがとうございます。